安倍政権は2党で決着とします。93% を占める国後、択捉の返還は現実的じゃないです。要は、安倍の政権の手柄にできるか、なんでーす。選挙で勝てればいいんです。戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか、反対ですか。戦争で。だからロシアが混乱しているときに取り返すのは OK ですか。いや、戦争なんていう言葉は使いたくないです。使いたくない。はい、でも取り返せないです。いや、戦争したって戦争するべきない。戦争しないとどうしようもなくないですか。いや、戦争は必要ないです。丸山議員とやり取りをした訪問団の団長で元島民の大塚さんは、私は真っ向から反対いたしました。そこについては戦争でね、取るとか取らないとか、それはもう、まあ、そんなことは私も聞いたこともありませんしね。